皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。初心者はこれ引けシリーズ第7章の7曲目の突入でございます。今回の動画はあいみょんさんのマリーゴールドという曲を一緒に練習していこうかと思います。頑張りましょう。イエス。まあなんかすごい人気ぶりですよね、本当ね。もうこの曲登場してからもう1年余裕経ってると思うんですけども、まだこう Spotify とかのね、そのランキング上位に、ね、いらっしゃいますからね。いやすげえロングセラーだなっていう風にこの思ったりする次第でございます。で、曲もね、あの割と弾きやすくて優しい曲なんですけれども、ちょっとね難しいコードも出てきたりとかするから、この7曲目くらいかなと思って、あいみょんさんの曲を採用させていただきました。ちょっくら一緒に頑張って練習していきましょう。とりあえずコードはもうダイアグラムの見方とかもだいぶ慣れていると思うんで、そんなにこの確認することないと思うんですけども、とりあえず新しいコードとしては F♭-7th のアド11 名前投げって感じですよね。 F♭-7th アド11っていうコードが出てきます。ただまあね、あの必殺技みたいですけども、 F♭-7th アド11みたいな感じで、なんかすごい必殺技っぽい感じはするけれども、押さえ方は別にそんな難しくないんで、ビビらずにいきましょう。中指で6弦の2フレットで、薬指で4弦の2フレットで、小指で3弦の2フレット、こんな感じのコードです。人差し指が余っているはず。中指、薬指、小指の3本で押さえると。で、一応テキストのダイアグラムを見ていただくと、5弦のところにバッテンがついているんですけれども、このバッテン、理想としてはね、この中指のお腹のところで軽く5弦を触れて、このミュートという状態を作っていただけると、嬉しいです。ただこれ難しいと思うんで、もしできなければ、鳴ってもいいです。5弦は鳴ってしまってもそんなに問題ない音なんで、鳴ってしまっても別にいいです。こんな感じの押さえ方のコードでございます。で、F♭-7th アド11ってすごい長ったらしい名前なんですけども、ここは本来ならば F♭- っていうコードなんですよ。 F♭ だいたい、まあそのネットでね、そのマリーゴールドコードとかで調べたりとか、マリーゴールドうんたらかんたらとか、もしくはその楽譜で見たりとかすると、まあだいたい F♭ か F♭-7 で、書いてあると思いますけど、 F♭ ってすごい難しいコードなんです。なんで今回この動画では、難しい F♭ をちょっとこの簡略化バージョンみたいな感じに置き換えて、 F♭-7th アド11というコードに置き換えております。名前はすごいややこしくなってるんだけども、押さえ方は超簡単になってるんですよ。なんでそんな感じでね、そのどっかでこの曲のコード進行を見たときに、あれなんかちょっと滝沢さんと練習したときにちょっと違うぞってなるんで、そこら辺は、違いがあるということは覚えておいてください。ただまあその難しいコードの代用コードを使ってるという感じです。今までその Bm と Bm7th をね、混合したみたいな、なんかそんな感じのノリです。感じで、また新しいコードとしては、A コード出てきたっけかな、この小指、薬指、中指を2、3、4弦に置いて鳴らすと、人差し指が余るはず。で、この人差し指からこういうふうに押さえちゃう人もいるんだけども、人差し指はできるだけ 余った方がいいです。中指、薬指、小指の3つで押さえて、人差し指が余る形でコードを押さえておきましょう。これです。そうした方が、その F♭の時とかとね、このコードチェンジがすごい楽ちんになるんで、一番使いやすい人差し指を使いたくなるんだけれども、そこは我慢して人差し指はそのままで、待機の状態で、使っていただけると幸いでございます。そんな感じ。左手に関してはまあそんなもんでしょう。あとはちょっとね、頑張ってコードチェンジを練習してみてください。で、問題の右手なんですが、またもうね、新しいパターンは出てこないです。シンコペする16ビートとシンコペしない16ビートの2つです。ちょっとイントロから言ってみるとすると、一番最初の D コード、1小節の中に1個しかコードがないときは、シンコペします。ロビンソンの時の、このリズムステン。1小節の中に1個しかコードがないときはこんな感じ。だから最初イントロをスタートしてみるとすると D タンタンタタタタタタタ A タンタンタタタタタタ B タンタンタタタタタタ
なって、で次の段にコードが2つ入ってるんで、ここは糸の時にやった123とこ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 のリズムになります。123とこ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 ベン、こんな感じ。このルールがずっと適用されます。1小節の中に1個しかコードがないときは、シンコペするパターン。1小節の中に2個コードがあるときはシンコペずに、トントントンとこ、トントントンとこで弾いていくと。それで最初から最後までずっとこのぶっ通してバーっといくような感じです。あとはまた、お馴染みになってしまいますけども、細かいところはそのお手本の演奏動画をチェックしていただけると、幸いでございます。一応まあ細かくいくと、ところどころでその伸ばすところがあるのかな、その抱きしめて抱きしめて離さないのみたいな感じで、伸ばしたりとかするところがあるんですけども、そこら辺はまあ演奏動画をチェックしていただけると、嬉しいなという感じでございます。そんな場合あとはまあ頑張ってやっていただければ、マリーゴールドを弾けるかと思いますので、頑張ってやってみてくださいませ。よろしくお願いします。以上が、マリーゴールドの解説でございます。解説してるのかしてないのか分かんないですけれども、あとは頑張るさっきから頑張るしか言ってないな私は、頑張るしか言っていない。そうだな、なんかこうお化け話をなんかこうしたいところなんだけど、何にしようかな。お化け話あとあとまた別の動画で説明しようと思ってるんですけども、弾き語りについてお話をさせていただきましょうか。弾き語り、まあ、やっぱりこうアコギを弾けるようになったら、このジャカジャカとコードができるように使えるようになったら、演奏できるようになったら、やっぱりこう弾き語りをしてみたいなと思う人が結構多いかと思うんですよ。けどなんかこうよくわかんないままでこうベーンってやろうとすると、歌おうとすると、まあ最初は全然うまくいかないと思います。歌に集中すれば手が止まるし、手に集中すれば歌がこのガラガラしみたいな感じで、だからそんな感じでこのね兼ね合いをね、どんどんね、リンクさせていくっていう練習が必要になるんですけれども、まず最初弾き語りをしたいと思ったら、一番おすすめの練習方法は曲に合わせてブラッシングをしながら歌うという方法でございます。例えば今回のそのマリーゴールドを皆さんが弾き語りでいつか練習したいなと、できるようになりたいなと思ったとしましょう。そしたらまずそのマリーゴールドの音源を用意しましょう。YouTube でもいいですし、CD でもいいですし、Spotify でもいいですし、もう何でもいいんです。あいみょんさん本家の方が演奏を歌ってる音源をまず一つ用意します。で、それに合わせて、ブラッシングをします。トゥイーオーン、パン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 って感じで。ずっと同じパターンを繰り返すだけです。ずっと、途中でそのツンツンツンツクツンツンツンツクに切り替えるとかせずに、もうずっと同じリズムのパターンでいいです。ずっと繰り返します。曲を流します。でそれに合わせてうん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 パンパンってブラッシングします。でこのブラッシングをずっと止めずにもう一曲丸々いくんですけれども、そのブラッシングをしながら歌が始まったら一緒に歌うんです。パンパンパランパンパンパンピャバンみたいな、ピャン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 ポヨヨ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 パンパンパランパンパンピュンピャラバンってな感じで、歌えるようにやっていただければ、だんだんできるようになってくるかと思います。でこれができたならば、じゃあその次は CD に合わせてコードチェンジと一緒にこの一緒に歌いながら合わせると、それが第2ステップ。でそれがさらにできるようになってきたら、じゃあいよいよ CD はなしで、練習をすると、自分一人の力で演奏するというのが第3ステップで、この第3ステップがその最終的なステップです。ここまでできてくれば、順番にできてくれば、弾き語りがだいぶ身近なものになると思いますので、頑張ってやってみてくださいませ。そんな感じでございます。では今回の動画もなかなかサクッと、短く終わりましたけれども、まあぶっちゃけ本当にね、もうここまで来るとね、そんなに言うことがないからね、あとはもう頑張ってくるって話なんだ、頑張ってくださいそんな感じでございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。この後も練習頑張ってくださいませ。じゃあね、グッバイ。と、その前に、最後に私、滝沢勝成、Twitter などやっております TAKAJIW 滝沢という名前で、ツイッターやってるんですけども、もしよければ、フォローいただい
って、リプライとかいただけましたら幸いでございます。動画のリクエスト、感想、まあご意見何でもいいんでね、パクッと、なんかこう、さらっとぬるっと、コメントしていただくと、僕もぬるっと喜びますし、なんかぬるっとツイッターフォローしていただくとぬるっと喜びますし、なんかこう、いつも動画見てますとか、参考になってますとか、ギター楽しいですとかって、なんかリクプライしていただくと、僕もぬるっと嬉しいんで、まあその辺なんかぬるっといい感じにやっていただければ、幸いでございます。なんかぬるっと頑張りましょう。はい、そんな感じです。それではまた違うところでお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ。